ガンダムはこのミノフスキー粒子という設定でロボット戦争を19世紀の英雄の時代までいきなり引き,伸ばすあの引き戻すことができたんですねもちろん他のロボットアニメも英雄の時代っぽいことやってますよでもそれはもう何も考えずに巨大ロボットをまあ、ゴジラのところでも話したんですけどまるで怪獣みたいに扱ってるからやってるでもガンダムっていうのはもうちょっとそのなんだろうなえー 現代のののの技術とというのをちゃんと入れたたたものにしたかったので,です、ね、ミノフスキー粒子というのが考えてたしかしストーリーが進むにつれてこの「ガンダム」の中のです、ね、戦争の描き方っていうのは頭の描き方こそ19世紀の英雄の時代なんですけどもどんどんですね現実の戦争の進化というのを 機動戦士ガンダムというテレビシリーズの中でもやってるんですね。例えばですね、13話のジオンの脅威っていうのは、えー、っとですね、その新兵器の投入による戦争の変化、いわゆる第一次大戦における戦車みたいなものを出してるわけですね。で、イギリスのベルファースト攻防戦では水中モビルスーツっていう、これもやっぱり新兵器の投入。これ第一次大戦っぽい書き方なんですよ。 でそれがジャブローあの防衛戦とかです、ね、あと宇宙空間のジオンの宇宙要塞ソロモンこのソロモン攻略戦においてはです、ね、第二大戦のノルマンディ上陸作戦のようないわゆる事前準備がです、ね、全てを決めるというような戦争の描き方をしていますでソロモンを落とした後ですねジオンの新兵器ブラウブロとかです、ね、エルメスによる超遠距離攻撃っていうのはです、ね、これが,これがです、ね、その当時の最新であったベトナム 戦争やですねその米ソ冷戦時代のその出会わない戦闘ですねお互いに見えない距離から打ち合う戦争っていうのをですねちゃんとやってるロボットアニメしか見ない 子どもたちに現実の戦争っていうのはこうだっていうのをロボットアニメでもここまで表現できるんだという視点でですねそのストーリー展開に現実の戦争の進化っていうのを19世紀から現代性におけるまで徐々に徐々に出していったそれをストーリーの話数の展開によって出していったというところがちょっとガンダムの一つのですねその教育的に見た時にガンダムが果たした役割ではあるんですよ。でジブリとか宮崎アニメって、実は、 自然とか日本の民族文化っていうのをですね、なんだろうな、教えようとしますよね。あれと同じように、実は富のアニメってですねあの、歴史とか戦争っていうのを視聴者に教えようとするですね、そういう教育的な観点。もちろんジブリア,アニメや宮崎駿の自分勝手の哲学。富のアニメは富の良樹の自分勝手の哲学なんですけど、それぞれの哲学なりに、その歴史観っていうのをですね、 本編の中にうまく入れ込みながらやってるというところが、ちょっとね、こう面白いところでもあります。